ジェフリー・ジョーンズはアメリカ合衆国の俳優、声優、ニューヨーク州バッファローを生まれ、高校卒業後、ロンドンにある演劇学校のランダで演技を学んだ後にカナダの劇団などで活躍。その後1970年にジョン・ボイト出演作品で俳優デビュー。その後の数多くのキャリアの中でもミロス・フォアマン監督の歴史大作アマデウスで演じた。 ヨーゼフ2世役や、マシューブロデリック主演の青春映画、フェリスはある朝突然に、での校長先生役などで知られている。なお、アマデウスでの演技が評価されて、ゴールデングローブ賞にもノミネートされた。ティム・バートン監督作品にはよく登場する常連俳優であり、かつて、バートンの監督した作品3本に出演。その中の1本、 エドウッドにおいては実在したインチキ占い師のクリズウエルを演じた。テレビドラマにも数多く出演しているほか、テレビアニメでは声優として声の出演をしている。2002年、児童ポルノ所持と未成年の少年に金銭を払って自宅に招き入れてヌード写真を撮ったなどの容疑で逮捕される。現在は主にテレビなどで少しずつ復帰をしてきては、 いるが、事件のこともありそこまでの活躍ではなくなっている。フェリス・ブラー・スター・ディナイズ・ポルノ・チャージス、BBC ニュース、22ノーベンバー2002、スースマン、ゲイリー、アクター、ジェフリー・ジョーンズ・イズ・バステッド、オン・チャイルド・ポルノ・チャージス。ハフィントン・ポスト、2018年10月10日閲覧。ブラック、キャロリン、ジェフリー・ジョーンズ・ギルティ、フェリス・ブラー。 Sday Off Actor Didn't Update Sex Offender ステータス。https www.cubusnoz.com ニュースジェフリー・ジョーンズ・ギルティ・フェリス・ブーラースデーオフアクター Didn't Update Sex Offender ステータス。2018年10月10日閲覧。ありがとうございます。